カウテレビがお届けします社長室101。今回は福岡市博多区東比叡に来ています。今日お尋ねしている会社は IT ソリューションの提供企業です。パソコン機器の販売からシステム構築、そしてそのメンテナンス、さらに古くなったパソコンの回収やリサイクル、リユースといったようなですね、パソコンの生涯にわたった一貫したサービスを提供していらっしゃる、それを九州一円に提供していらっしゃるのが今日お尋ねしていますエコー電子工業株式会社さんです。そちら会社としては50年経過していらっしゃるんですが、その3代目に当たられるのが浜竹浩二社長です。今日は会社の強さの秘密についてですね、詳しく聞かせていただきたいと思っています。ご紹介します。浜竹社長です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。エコー電子工業株式会社というですね、この会社、50年続く会社の浜竹社長は3代目になられるというふうに伺っていますが、はい、まずはこのエコー電子工業株式会社という会社の概要から教えていただいてよろしいでしょうか。はい、昭和38年にですね、設立されまして、その以前がですね、実は、炭鉱を地鉱の方でやってて、それから佐世保の方で、炭鉱をやりまして、で閉山を迎えまして、それから38年に、佐世保でですね、海上自衛隊の、船の無線機の修理あるいはメンテナンスをですね、やるような会社を設立しまして、そういう形から今後タクシーの無線ということで九州一円にタクシーの無線を販売し、まあ、それがきっかけでですね、メーカーさんが神戸工業っていうのがありまして、はい、そこと結局富士通さんが九州合併をされましてね、富士通が、それで富士通さんとの付き合いが始まりまして、まあそこから通信分野とそれからコンピューター分野と両方をですね兼ね備えて九州一円で今も現在販売をしているっていうのが現状であります。なるほど。売上がさっき62億というですね、はい、非常にその社長に浜竹社長就任されてから売上が急に伸びていらっしゃるというふうに伺ってますが、今売上に占める それぞれの事業の割合というのはどういうところが どれぐらいになるんでしょうか。そうですね、通信の分野がですね、はい、まあ、当然大きなのはタクシー無線、あるいはそれ以上に大きいのが各地方自治体のですね、はい、市町村防災無線、はい、あるいは県の、ダムシステム、はい、あるいは河川情報システムという通信系のですね、はい、売上高が約、3分の1強ありますですね。そしてそれ以外がソリューション分野として、はい、システム機器の販売、はい、あるいはシステム開発、はい、そういうものがですね、また3分の1、そしてそれ以外がですね、リサイクル、古いパソコンを、はい、回収して資源の再利用ということでリサイクルをしたり、また再利用できるものは再利用するという、リユースの世界をですね、まあそういうところが3分の1、そういうところで成り立っておりますですね。なるほど、はい。今そのエコー電子工業さんがここが強いという部分を挙げるとしたらどういうところなんでしょうか。そうですね、ここが強いっていうのはやはり我々は九州一円で、うん、仕事をさせてもらってます、うんうん、特に北部九州で、はい、仕事をさせてもらってますけども、はい、やはり地元に密着したいろんな対応をさせてもらうと、うん、これがやはり我々の今の競合相手さんと比較すると、やはり東京から来た支店とか、うん、そういうところとの、争いになりますから、はい、我々は地元に密着した分が我々の強みといいますか、そういうところがお客様に信用信頼されているところじゃないかなというふうに思いますですね。会社の特徴としてですね、はい、キャッチフレーズが2つあるというふうに伺いました、はい、そのあたり聞かせてください。一つはですね、人と緑とソリューション、人がやっぱりかけがえのない宝ですから、まあ、社員、はい、人材をですね、大事にしながら、
育てながら、もう本当教育をしながらですね、やっぱり一つ一つやっぱりレベルを上げていく、そういうところを大事にしていくということで、まず一番最初に人ということですね。それから緑ということで、我々としてもですね、何らかの形で社会貢献をしたいなというようなことで、まあ、当然あの法人税とかそういうものを支払うのは当然の義務ですけども、それ以外でまあ企業も安定してきたということからですね、社会貢献をしようと、どちらかというと我々は環境に貢献したいなということで、まあ、あの一つはリサイクルっていうのもやってますけども、それ以外では一つの山をですね、あの我々も購入しまして、針葉樹からですね、あの照葉樹へ変えていこうとか、そういうような今運動をですね、植林活動もさせてもらっております。みんなであのエコーの森をですね育てて、そしてそこにログハウス的なものを作ったりして、社員が少しでもそういう憩いの場ができるようなことをですね、まあ将来的にはやってみたいなということで、緑を掲げてますですね。もう一つはソリューション、まあコンピューターを販売する、その中でお客様が本当に困ってる、そういうところをですね、我々が一緒になって、あのお手伝いできるような、そして問題解決を早くする、そういうようなことでソリューションの提供をですね、ご提案させていただいて、あの最終的にはお客様も満足していただける、我々もその満足に喜びを感じる、まあそういうようなことで、人と緑とソリューションというようなのを我々としては掲げておりますですね。でもう一つ、会社のありようについて社長のメッセージがあるということですね。これはですね、私があの社長になってから、ATM というような標語を作りまして、明るく楽しく前向きに、これをですね、まあ、今運動を継続してみんなで、取り組んでいるんですけども、 ATM、はい、分かりやすいですね。もうやはり社員どうしてもみんな明るくなきゃダメだと、お客様のところ行くのに沈んだ顔していくんじゃ、意味がないと、やっぱり気持ちよい挨拶、そういうものができなければ何一つやっぱり目的を達しないというようなことからですね、私としてはこの ATM、 明るく楽しく前向きに、これを全員ができるような、そういう運動をですね、社内で今取り組んでおります。なるほど。